何だったっけ問題。領事裁判権の撤廃という不平等条約の一部改正を成功させたのは誰でしょう。じゃんけんで不平等になるゲームが唯一ある。それはグリコ、チョコレート、パイナッツプルである。子供心にすべて散歩でやればいいじゃん。グリコ、チョコ、パインのいずれも散歩でやればいいじゃんと子供心に思ったのは私だけでしょうか。答え、ムツムネミツ。セットで覚えたいのが小村寿太郎。小村寿太郎は関税自主権の回復なのだ。おまけ、不平等条約は股間を無料で通行。これを覚えてみんなで点数を上げるのだ。子、小村寿太郎の子。関、関税自主権の関。無料の無はムツムネミツの無。領は領事裁判権の領。さらに通は日英通、公衆公条約の通で、公は同様に日英通公衆公条約の公となります。お役立ち情報になれば嬉しいです。